こんにちは。S&C 株式会社の斉藤と申します。本日はユーザーボイスという形で、弊社の商品のユーザーである菅沼様をご紹介させていただきまして、導入のきっかけであったり、使っている機材の感想であったり、インタビュー形式でお伺いしていきたいと思います。本日は菅沼様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。菅沼様は、同じ長野県出身ということもありまして、いろいろとお世話になっている方なんですけども、沖縄でソルというトレーニングジムですねを運営されている方です。個人ではトライアスロンなども選手として行っている非常に優れた選手という中でトレーナーという活動もされている方です。簡単なジムのご説明の方も菅沼様の方から自己紹介も兼ねてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、菅沼です。当ジムは沖縄県の那覇市というところで、やっています。開業してからまだ3年弱、2年半ぐらいになると思うんですけど、スポーツソリューションラボという形で、通称ソルという形で皆さんに知っていただいています。でお客様としてはやはりアスリートの方が多いのと、あと僕が、現役でまだトライアスロン競技でやっているので、マラソンだったりトライアスロン競技としてやっている方がお客様としてたくさんいます。でそれとプラス年配の方だったりとか、普通の一般の方でこの動作改善だったりとか、筋力アップだったりとか、そういうところを目的に来られている方もたくさんいます。それと、あとうちの特色としては高精度の機器を使った測定という形でトレーニングにつなげていくというのもやっていますし、あと低酸素テントがあるので、そこでいろんな形でトレーニングをしていただく低酸素環境を使ったトレーニングという形の特徴があるジムです。菅沼様は一番最初のジムを設立されるところからお付き合いをさせていただいていまして、いろいろと機器を導入していただいておりますので、実際に導入いただいている機器、この導入のきっかけとなった理由についてお伺いしたいと思います。実際にどのようなきっかけで弊社の商品を導入しようと思ったのかというのをお聞かせいただけますでしょうか。はい、きっかけというか、今おっしゃられたようにジムを開業するときに S&C 様の機材いろいろ縁があって関わるというか見つけるような形でやってきたので、本当開業と S&C さんの製品とセットになるような形でやってきたんで、より思い出みたいなのもあるんですけど、やっぱりジムのコンセプトとその製品がすごい一致する部分があるなっていうのがあって、例えばそのウィッティとかで使うダッシュとかで5メートルとか10メートルって100分の1秒で正確にこうタイムを出してくるっていうのも、やはり競技の中では0.1 秒とかの違い、 0.01 秒でもそうなんですけど、の違いというのは大きくて、競技する上でそこの違いをしっかり認識しながらトレーニングしていくってすごい大事だなっていうのも感じてましたし、あとそうですね、筋力測定に関してもやっぱり僕自身もトレーニングする中で指標となるものが重さと回数だけだったりとかっていうよりかは、もっとより深いところを見たいっていう気持ちもあって、その中でジムアウェアのこの内容ですよね、見ていく中で、これはすごく使えるんじゃないかっていう思いがあって、それでいろいろ斉藤さんともいろんなお話をさせてもらいましたけど、その中で導入していったのがきっかけになりますね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、実際の活用方法についてお伺いしていきたいんですけども、今回は導入されている中で、一つはタイム計測の商品ウィッティであったり、あとは VBT のデバイスであるジムアウェアっていうものも導入いただいてますので、実際に指導される中でどういうふうに活用されているのかっていうのもお伺いしていきたいと思います。まずタイム計測のウィッティの方からお聞かせいただけますでしょうか。タイム計測に関してはメインで外部、ジムの外に外部で出張して、部活だったりとか社会人の野球のチームだったりとかのところに出張して、5メートル、10メートル、20メートルのスプリントのタイム計測であったりとか、切り替え思想の計測であったりとかっていうのを使わせてもらってます。その中でその部活感だったりとか年齢によってタイムとかっていうのは変わってくると思うんですけど、たくさんの
このデータを収集することによってそのタイムをみんなで共有していく、選手によって共有していくことによって、まあ、自分自身の立ち位置だったりとか特徴っていうのを捉えられるんじゃないかっていうのがありまして、まあ、たくさん この部活をする人だったりとか、社会人の方にその計測をしてもらって、まあ、タイムをフィードバックしてっていう形で、使っていることが多いですね。であとはジムの中でこのアスリートの方に、まあ、定期的にスプリントのタイムとか測ってもらったりして、トレーニングの進捗具合とか現状、今の現状を把握してもらうという使い方を しています。いろんなチームに測定を行かれているとは思うんですけども、沖縄の中でどのくらいのチームに、まあ、そういう形で測定に行かれていますでしょうか。今一番多いのは野球なんですけど、中学校の部活が、まあ、2校と、あと高校も4校ぐらいかをやっていて、であと社会人のチームで測定を定期的にやってもらってます。あとサッカーをするチームがハンドボールもやってます。非常に多くのチームに測定されているということで、実際選手の反応としてはどんな反応でしょうか。そうですね、その足が速い遅いだったりっていうのが結構曖昧な感じだったっていうのがあると思うんです。今までだったら例えば 50m 走で速い遅いくらいなものだったものが、やはりこの100分の1秒とかの単位でこう分かってくるっていうのもありますし、あと 5m 10m っていうのはおそらく今まではあんまりやったことがなくて、でそこでの速い遅いっていう感覚もおそらくなかったんじゃないかなとあるんですけど、やっぱ選手によって特徴で5、10がすごい速い人、足は速いんだけど5、10はそこまで速くない人、そういう特徴があったりするんですけど、タイム測ることによって、まあ、初めてそれが分かるとかそういうのも、まあ、あったりするし、で3ヶ月とか6ヶ月を定期的にやったりするんですけど、ただ足を速くしようじゃなくタイムを上げていこうという考え方につながったりとか、じゃあそのためにどういうトレーニングをするのか、走り方だったりとかトレーニングからいくのか、そういうどうやってやるのという方法まで選手個人の考える方につながっていったりとか、まあ、そういうところですね。自分の特徴を把握する、じゃあどうするのっていう、そういうのを提供できているのかなという感覚はあります、はい、ありがとうございます。トレーニング指導にもつながる測定というところを、実際にいろいろとやられているということで、非常にウィッティの方を活用いただいているようで、まあ、インスタであったりあとはまあホームページと情報の方を発信しているようですので、そちらも、今回見ていただいている方はチェックしていただければと思います。そうしましたらタイム計測の次に、VBT のデバイスとしてジムアウェアを導入いただいておりますので、そちらのトレーニングの方法であったり、まあ、活用方法ですね、まあ、そちらをお伺いしたいと思います。お願いします。まあ、先ほどの話にもちょっとつながってくるんですけど、やっぱり計測をすることによってその現状を把握しますってなったら、じゃあどうしますかってなると思うんですけど、その時に一つの方法として足の筋力を上げていきましょうっていうのが一つ方法で考えられると思うんですけど、その時にこの VBT っていうのがやはりこう使える機器になってきて、で、まあ、どれだけなんだろうパワーを出せるかとか、ただ重りを上げれるか上げれないかっていう指標以上、もっと深いところでどのぐらいのスピードで居上できるのかとか、現状パワーどのくらい出せるのかなとか、そういうところの、まあ、測定っていうのをすることができるので、こう例えばスクワットっていうトレーニングをするよりても、まあ、現状今このスピードでこのパワーだから、でまずこれを上げていこうよっていうのが選手自身がこう自覚をしてやっていくことができるというのが一つメリットであるなっていうのは感じています。でそれとプラス VBT 使う方はお客様としてもほとんどアスリートで、一般の方にあんまり、ね、導入はしてないんですけど、グループトレーニングという形で、例えば8人とか10人とかそれ以上の人数でジムでこうトレーニングをしてもらうことが多いんですけど、こう VBT を使っているとメニューを非常に出しやすいというのがあって、個別でやっぱり特徴とかね、能力筋力違うので、それに合わせてこの重量とかそれプラススピードですよ、このスピードでやってくださいとかっていうのを
すごくメニューが出しやすい、細かいメニューをパッと出しやすいっていうのがすごいメリットとしてあって、プラスそのフィードバック機能っていうのがあるので、すごい即時フィードバックってとってもメリットあるなっていうのを感じてるんですけど、1回の挙上ごとにこのスピードが出てくるので、選手がこっちから指示出さなくてもやっぱりこう表情とか目線が変わってくるのが非常によく分かって、このスピードを意識することによって1回1回の挙上に対する集中力っていうのがもう明らかに違うなって感じてます。でそれをやりながら、じゃあどうやったらこう安定してスピードが出るのかなとかっていうのを1回1回のトレーニングの中でこう勝手に自分の中でこうより良くしていこうっていう気持ちが働くような感じがしてまして、こうフォームがこう自然に良くなったりだったり、そういうとこだったりはすごい感じてます。であとはチーム全体でトレーニングの量とか結果っていうのを把握できるので、やはりそのトレーナー1人で10人とか見たら全員をずっと見続けるって難しいので、こうトレーニング終わった後にそのクラウドでどういうトレーニングできたかなっていうのが数字で簡単にこう把握できます。そういうのがすごくメリットがあって、次のトレーニングの時のメニューにすごく生かしやすいし、あとチーム全体の結果なんで、そのコーチにフィードバックもできるし、選手にフィードバックした時に他の選手と比べて自分どうだったのかなってもあるし、全体として今日のトレーニングどうだったのかなっていう振り返ることもできるので、その辺はすごくいいっていうか、これないとチーム指導難しいなって逆に感じてます。はい、だからすごくいいですね。はい、実際こう、まあ、ウェイトトレーニングの中で速度であったりパワーを測るってことは今まではしてこなかったと思うんですけど、はい、実際で見て感想といいますか、選手の方からどんな感想が出ていますでしょうか。そうですね、例えば10人いて10人大好きっていうことはまあないんですよ。中にこう嫌がっちゃう人も少しはいるんですけど、やっぱりこう気持ちが違いますね。こうチャレンジしていこうっていう気持ちが自然と出る人がやっぱり多くて、であとはこう無理させすぎないようにトレーナー側でコントロールするのは必要だなと思うんですけど、やっぱりこう自発的なところが出てきますね。で自分のこの能力に対してのね、この自覚というかすごい出るし、であとそのコンディションもすごい反映されるので、やっぱりこれだけの能力がパワーとかね、マックス値これだけ出るって分かってると、やっぱり毎日毎日絶好調だけにはいかなかったりとか、その日の過ごし方によってとかで自分ができることができない時もやっぱりあるんですよ。でそれに対してもうメニューをこう微調整して変更するってこともあるんですけど、まあコンディションが数字に出ちゃうっていうのがあるんで、まあその辺もこのコンディションをいい状態保つためにどうすればいいのかとか、あとは調子が悪い時なりの練習の仕方があるんだよとか、そういうところを選手が自覚していくっていうところもあるのかな、まあいろいろ反応とか声聞いてると感じてますけど、はい、選手の中でもコンディションの増減っていうのは非常に大きいということですもんね。そうですね、チームスポーツだとこの練習の内容によってコンディションがチーム全体で変わってきたりとか、その数字を見ながら監督とかコーチとコミュニケーションできるっていうのもありますし、はい、時間帯によってもコンディション変わったりする。仕事とかはね、仕事終わりとか疲れちゃったりとかで数字出ないとかあるし、まあ、いろんなこう、そうですね、教科書では測りきれないようなこのコンディションの変化っていうのはありますね、はい、そのコンディションに合わせて負荷とか、まあ、回数とかを調整していくっていうことです。そうですね、まあ、事前に出してたメニューとちょっと変えていったりとかっていうのはあります、ね、はい。では、最後になるんですけども、今後の活動方針であったり、まあ、活動の目標であったり聞かせいただけますでしょうか。そうですね、今のところその S&G さん その製品によってすごく仕事を助けられるというか質を高められている部分は確実にあって、だからもうよりその今やってるトレーニングを広めていきたいというのもあるし、それを利用することによって質を高められるんじゃないかという気持ちはあります。でこう考えながらトレーニングするとか、数字をちゃんと使うとか、その数字を上げることからこう逃げないことだったりとか、そういう考え方をこう広めていきたいなっていうのもありますね。あとは
子どもの運動教室の授業とかもこれからもより本格的にやっていきたいなとあるんですけど、ちょっとこうタイムを測りながら運動教室やったりとか、今まで中学校高校生社会人のメインだったんですけど、小学生の測定とかをやりながら、年齢に応じてタイムとかいろいろジャンプ力とかって変わってくると思うんですけど、まあそういうのをビッグデータとして集めながら、そのデータ使ってなんかこう新しいことできないかなとか、そういうことはちょっと考えてます。今後の展開として、はい、幅広いカテゴリーに向けてということで。そうですね、いろんな形でこう運動を通して社会と関わっていきたいというのはジムとして思いでありますので、それを実現に向けて動いていけるように、まあ、いろいろやっていきたいなと思ってますけど、はい、沖縄を中心に活動されている菅沼様にいろいろとお話をお伺いしました。沖縄でスポーツの最先端の技術を使用してトレーニング指導を行っている方ですので、まあ、そういうことに興味がある方がいらっしゃいましたら、菅沼様の方にご連絡いただければと思います。本日はお忙しい中お時間作っていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。